こんにちはこんばんはゲーム動画でいこうです、えー、高知記念競理もいよいよ最終日、えー、12レース決勝戦の予想をお送りしたいと思いますおっと12レース決勝戦ご覧の9にですね SKS 班が清水、村上2人揃っております、えー、決勝戦の概要の予想がご覧の通りですね えと鳥取の後ろが競りになったということで、えー、9番車、吉田のまくりごろと見て、えー、その後ろを回る村上博之との折り返しを軸にしております。ただですね、えー、と大きなキ先行するのが鳥取1人ということで、えーと、ペースがけできるということで、鳥取の逃げ残りも穴にしております。 えでは、もう少し詳しく見ていきましょう、えー、ご覧のメンバーですね SK さんはご覧の2人なのですが地元から山中隆夫佐々木紀之も決勝に乗ってきました、えー、中四国は5人ですねはい、えー、こちらですね、えー、まず、 バック回数トップが17回鳥取雄ゴ。2番目がなんと10回の松浦なんですよね松浦本当に積極的にバック取りにいってますよね早めのまくりっていう感じですよね3番目が6回の清水吉田が4回となってますね、えー、先頭もある選手では他に田中がい,いますが2回と少なめですね バッ,クバック回数はご覧の通りですが、ホーム回数を見ると、鳥取を14回と断トツー光っています。まず先行するのは鳥取なのではないかなと思いますね。で、並び見てみると、まあ、中四国は5人乗ったということで、どういう並びなのかというのが気になったところなんですが、結果的に、えー、地元勢は空いている田中春樹に乗ることになりました。 そしてち、えーっと、四国じゃない、中,中国勢3人にえ、諸橋が競りに行くことになりました。で、残るが吉田、村上の中金勢ですね。変則的な三分線。やっぱりここは。 えー、諸橋がそこに行くことでまあと言っても、まあ、短期で短期という手もあったんですが最初からここに競りに行くということで意思表示見せましたよね、まあ、これで、ね、清水はあの頑張って戦わねばなりませんまあ清水の今後としても大きなあの。 一線になるんじゃないかなと思いますね。三連タの人気の一番人気は松浦ですか。まあ,あのセリーの後ろから様子を見て、最後あの伸びることは可能なのじゃないかなと見られてますね。それから吉田村上やっぱり先考の後ろがバあのセリバンテゼリということで。 それを見てまあただ田,田中が結構位置取りも良かったりするんで吉田は田中も警戒しないといけないんですよねあと鳥取が結構あの逃げた時はいい粘り見せるんで。 ちょ短距離の切れをスピードだった吉田なんですけどそのあたりがちょっと気になるとこではありますよねまあもっとも田中106点しか持ってませんから実績格ともに吉田村上が上っていうのは確かですよねあと山中も先日俊敏な動きを見せてなんと村上博之どかしちゃいましたからね村上博之横が強いとは思えないんですけど それでもやっぱり、どかして、太田がのイに詰まっちゃいましたからね、そこをうまくどかして、最後伸びたということで、かなり山中に対する評価も上がってるみたいです。4つ見てみましょう。えっ、ー、と、0時08分時代。 えー、時点でのオッズでのすね、えー、一番人気がこれが9番2番吉田村上の11倍で裏の2級が12.9倍となっております他松浦からが結構均等に売れてまして松浦から一番売れているのが筋の清水13.7倍、えー、吉田が15.2倍で意外と山中も16.5倍と 音低いんですよね山中からも結構売れてましてやっぱこれは田中がある程度言ってくれるんじゃないかっていう感じなんでしょうかねそれともまだナービーがあの多くの客ファンに掴みきれてないからあのこの温ズになっているのか結構山中から売れているのが意外で、まあ、鳥取は分かるんですけど田中があんまり売れていないのが気になるとこですよね。 清水も、まって呼ばれるんですが、やっぱり諸橋を競り、もう嫌われたのか、諸橋とともにそんなに売れてないですよね。まあ、松浦の人気と山中が結構売れているっていうところが、まあ、ポイントになるかと思います。まあ、吉田もそれなりに売れてますよね。さて、私の予想ですね。えっ、ー、と、やっぱり競りということになると、まあ、清水が、 どこまで頑張れるかなんですよね。うん、諸橋有利な気はしますけど、シーズンも位置取りに関しては、そんな悪くはないと思ってますし、やっぱここは鳥取の番手ということで、まあ、番手回る機会も、これから、今の中四国の調子から見れば増えていくだけに、お今日は、 あの敗退しちゃいましたけど太田の番手なんかも回れる可能性ありますからねそういう競争もあの経験していかないといけない清水はなんでここは結構意地になるんで結構もろはした潰し合いになっちゃうんじゃないかなと思っておりますポイントは吉田と田中がどこで仕掛けるか田中は地元背持ってますからね まあ、早めの仕掛けにななるとは思わないんですよねやっぱり田中は田中の自分の競争をしてやっぱり山中ではまだ格下なんで山中は田中はどうこう動かせるような感じにはな実はならないんじゃないかなと思うんで田中は自分が勝つ競争だと思っております吉田村上の仕掛けどこですよね500年長いんで 結構ギリギリの仕掛けでもいいような気はするんですけどもちろん松浦も先に動くかもしれませんし吉田の仕掛けは結構ポイントになりま,すねまた吉田にとっては田中は結構位置取りもいいだけに後方を置かれてしまう8番手に置かれてしまうという危険性もあるんですよね。 まあ、あんまり吉田一乗取りうまくないだけにどういう位置になるのかというのをポイントですね。それによって仕掛け具合も変わってくる。村上はちょっとうー調子的に不安があるのかもしれないですけどやっぱりこの中の格では一番でしょうし。 結構あのバンデがもつれる展開となって他も田中となると結局は村上が勝っちゃうんじゃないかなという気はするんですよね仮に吉田がポカしてもあの自分で外突っ込める足はあ,のあると思うんですよ、まあ、今回5着3着3着準決勝は 山中に幅どかされたりしていまいちあの調子のいい時に比べたらパッといかない感じはあるんですけどそれでもやっぱり力の良さを発揮してくれるんじゃないかなとは思って人気が落ちてるような気もするんでやっぱり 逆に狙いどころなのかなとは思いますね。あと鳥取ですよね。鳥取は2、4、2。1着はなかなか、うん、取れないものの、まあバックを取ったにバレている。しかも他が田中と吉田ですか。まあまくり主体となると。 自分のペースで逃げれてもおかしくないまあ後ろ競りに,に堂々とあの仕掛けられるかというのがポイントになってくるかと思います田中は、まあ、自分だけをまくり喜びですけどそれで対応できるわか自分田中も面白いとは思ってるんですよ人気なさすぎますからねこれ見てるとただやっぱ やっぱり吉田が今113点持っているのに対して田中が106点なんで武雄の G3 も経験しているんですけどまあここがあの上がれるかどうかの試金石になってくるのかなとは思いますね500マークは向いてると思うんですよね なので、ちょっとまあ、田中がどういうレースをしているのか。展開考えると、うーんと、やっぱり、第1はこれなんですよね、吉田、村上だとは思うんですけど、ちょっと今回、自分迷っちゃってるっていう面もあるから、難しく考えちゃうのかなと。 まあ素直にバーテゼリーがやっぱり清水も意地を見せるでしょうから諸橋が取る簡単に取るってわけじゃないんで難しいかなとあの難しいというか番手はやっぱり足使っちゃうんじゃないかなそうなると単純に言えばその後ろを松浦となるんですがやっぱりセリの後ろということで結構気を使う部分はあるんですよね。 そうした時に、車間を開けながら、踏み込んでいく、吉田、村上の方がいいのかなと。まあ、あの、田中より前にいるか、どうかっていうのも、結構ポイントではあるんですけど、やっぱり、ここを見ると、吉田、村上で決められるところかなと。吉田がいまいちね、まあ、人気になった時に、 信頼性があるのかというと、どうかなと思いますけど、やっぱりスピードは持ってますからね。一応、信頼したいと思います。えっ、ー、と、こうなってますね。えっと、もちろん、村上との折り返しは軸。で、えー、両者からですね、やっぱり力、今、一番乗っている松浦。それからですね、えー、そ,その、 もし吉田が前だったらその後ろにはあの村上の後ろには田中がつけてるですからまあ田中が乗る形でのレンガ並み、それからですね仕掛け方セリがあって枠涼込み気味になった場合は結構鳥取粘り足があるんで鳥取も残る可能性あるのかなと思ってますこれはちょっと穴目ですまああの田中も結構つくんで 田中もあのフリーハンドの、えー、位置取りにしては結構人気ないんでまあちょっと角編みを取るんですが田中はもうチャンスあるような気はします。いや穴目がこれなんですよね。えー、っとやっぱり先行1社は素直に変え,えという格言があるんで。 まだ鳥取に隠したとか決勝戦になると弱い部分はあるんですけど今回すごく自分の後ろを意識せずに自分のペースにかけ合えればあの報われる時がくるんじゃないかなと思っております、まあ、他の,あの前走る選手が田中春樹と吉田敏弘 吉田は確かに格上かもしれないですけどトップスピードにはスピード結構鳥取もありますからねなので、えー、逃げ切ってもおかしくないでその場合の競りはやっぱ諸橋が勝ってるんじゃないかなと思うんで諸橋がそんなに足をつかずに勝った場合の4三 3, 3 4それからまあ松浦との4七七四。7 4 一応吉田、村上を除けば次に来るのがやっぱり田中のが中段にいた場合のまくり追い込んでの両者。えっと、こういうパターンも考えられるんですよね。鳥取が逃げる。で、吉田が仕掛けるけどあのタイミングがうまくなくて、鳥取の横あたりで絡んでしまうという。 絡んで、えー、と伸びきれないその場合結構鳥取の粘り足が発揮できるようなそうした時に田中がまくり追い込んでくる目もあるんじゃないかなと、えー、思いますうんまあ鳥取まだ、あのー、今の実績考えればチャンスを生かしきれないとか まあ、まだまだ隠したっていうところはあってどうしようかなと思ったんですが展開的には今回すごくチャンスだと思うんで鳥取とともあの狙ってみました穴として狙ってみましたはい以上、えー、高知記念最終日決勝戦の予想をお送りいたしました是非是非チャンネル登録高評価よろしくお願いします えー、最後の20秒では関連動画動画プレイリスト表示されますのでお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思いますさあ果たして高知記念最終日500バンクを制するのは誰になるんでしょうか地元地元勢の検討も、えー、期待したいと思います、はい、というわけで、えー、以上ご視聴いただきありがとうございました ゲーム動画でいこうでした。